ゆっくりドラム講座、変形スプラッシュシンバル。生徒さんの実力に応じた譜面作成、マルチアングルのドラム演奏動画作成、24時間フルサポート、初心者からラムサスとダンケルまで歓迎しているでおなじみのドラム教室スクルド講師のレイです。今日は変形スプラッシュシンバルを伝授します。まずは向かって左から、この日曲がってるスプラッシュシンバル、その名も素敵、ジルジェントラッシュフォーマー10インチ。いかにも変形って名前ですね。特徴としてはなんか曲がってる、薄い、色もなんかちょっと違う、いかにも他とは違うぞって見た目ですね。次、真ん中のスプラッシュシンバル。そうそう、スプラッシュシンバルとは小さいシンバルのことです。マイネル、クラシックカスタムトラッシュスプラッシュ12インチ。特徴としてはご覧の通り穴が開いています。あと、12インチなので普通のスプラッシュシンバルよりはちょっと大きめです。普通のスプラッシュシンバルといえば、だいたい、8インチか10インチ。20センチから25センチくらいですね。一番右のシンバルは、上の動画で伝授した前の ZCC10 インチです。別の意味で変形するシンバルですが、比較用に並べました。いわゆる普通のスプラッシュシンバルです。で、は、普通のスプラッシュシンバルと変形スプラッシュシンバル。音の違いを聞いてみましょう。叩きます。そうそう、スプラッシュシンバルをセッティングするときはシンバルを固定するネジは緩めがおすすめです。ガチガチに固定すると糸もたやすくシンバルは割れます。叩きます。緩すぎるとこうやってネジが吹き飛ぶので注意しましょう。個人的な感想としては一番左のひん曲がってるシンバル。ちなみにこれはそういう仕様ですからね。初めから曲がってます。ジルジェントラッシュフォーマーは音の余韻がめちゃくちゃ短く、かなり高音成分があってメカっぽい。切れ味鋭いとはまさにこれでしょう。アクセントとしてもリズムに使っても面白そうですね。真ん中の穴が開いてるマイネル、クラシックカスタム、トラッシュスプラッシュは12インチなので音量はたっぷりとあります。スプラッシュシンバルは口径が小さいゆえに、うるさいバンドだと音が埋もれがちですが、12インチだとその心配はなさそうです。穴が開いてるのでその分、ちょっと余韻が短くなって音も、キャーンみたいな感じになりますね。まさにアクセントにもってこいですね。あと、穴が開いてるので見た目がなんかかっこいい気がする。花粉と合わせても口径がでかいので手でも叩きやすくていいのではないかと思います。変形シンバル。見た目が普通と違うのでもうそれだけでおすすめです。普通じゃない。変。日常生活ではちょっとあれですが、音楽では、褒め言葉です。ニツのシンバルともう値段だいたい7000円から9000円くらい。普通は嫌だって人はぜひどうぞ。より一層かっこいいドラムを叩きたい方はドラム教室スクルドまでぜひどうぞ。Twitter とインスタのフォローもぜひどうぞ。せっかくなので高評価ボタンも一つよろしくお願いいたします。ドラム講座は他にもたくさんあるのでぜひどうぞ。再生リストは説明欄にまとめました。毎日動画投稿しているのでチャンネル登録はせずに、今すぐチャンネル登録ボタンを押しましょう。あなたの投稿は私のキーボードになります。またお別れです。ねえ、簡単でしょ。